愛してやまないふるさとの風景はいつも優しく迎えてくれる。その市街地から海を隔ててこんな雄大な島があるというのはもう世界中どこにもありませんから、自分の生まれ故郷が自慢なんですよ。この向こう側の下に家があるもんですから、実家が。80歳を超えた今も自宅で過ごす時間はあまりない。稲森和夫さんは壊れればどこにでも出向き、常に人を和ませ茶目っ気たっぷりだ。27歳の時、京都で立ち上げた小さな会社は後に京セラと社名を変え巨大企業となった。礎となったのはアナログテレビのブラウン管に欠かせなかったセラミックの絶縁部品、U字ケルシマだ。それまで材質の特性上量産化は難しかったが、粘り強く研究を続け材料の配合比率を変えることで量産化に成功した。今や携帯電話や太陽光パネル事業などの多角化を推し進め、実にグループ235社、7万人の従業員を抱えるまでになった。成長を支えたのは稲森さんの経営哲学、京セラフィロソフィーだ。仕事や人生の在り方を説く冒頭には心の大切さが書かれている。京セラフィロソフィーは6年前に経営破綻した JAL の再建にも一役買った。航空業界に関わりのなかった稲森さんに誰もが懐疑的だったが、京セラフィロソフィーを取り入れ親方日の丸の体質を見直し、奇跡の回復を成し遂げた。稲森さんの経営哲学の根幹は自分の利益だけでなく他人の利益も大切にする利他の心だ。65歳の時には得度し周囲をあっと驚かせた。執務室には尊敬する西郷隆盛の書がある。経典愛人です、西郷南州ので、その経典愛人というのが今でも何か書かされると私は必ず経典愛人と書いてるんですけども、その通りで生きていこうと、天を敬うということはですね、正しいことを貫いていこうという、それで愛人というのは人に優しく利他の心って今でも言ってますけど、まさにそれです。はい、稲森さんの経営哲学を学ぶ勉強会、清和塾。24回目を迎えた今年の清和塾世界大会では5000人の経営者が各国から集い、その一言一句に耳をそば立てた。私は創業の頃、人間として何が正しいのか、原理原則に基づいて経営するということを心の座標軸として常に自問自答を繰り返してきました。この判断基準を持っていなければ、人間はともすれば自分にとって都合が良いか悪いか、損か得かという利己的な欲望や本能に基づいて物事を判断してしまいます。中でも中国での人気は凄まじく、今では清和塾が30カ所にできている。常に利他の心の大切さを説き、グループ企業の売り上げ1兆5000億円にまで育て上げたリーダーに迫った。さあ、京セラ本社ですが、ここは一般の人にも開放されているということなんですが、はい、どうもおはようございます。いらっしゃいませ。毎日放送の高井と申します。どうぞよろしくお願いします。今日はよろしくお願いいたします。はい、もう大変お忙しい稲森さんにお時間いただきまして、じゃあ、はい、お願いします。こちらはファインセラミックは、なんか、はい、会社を作った時からの、はい、
そのセラミックの変遷って言いますかね、ええ、それをここに展示してあるんです。もう歴史館なわけですね。はい、そうですね、はい、最初の年があちらの1959年ですね、はい、これはこのフォルステライトというこちらの材料が会社のスタート、はいはいはい、そうですか。これはテレビのブラウン管の中に入ってたものなんですか。そうです、はい、当時のことはもう57年も前ですけど昨日のことのように思い出したりされるんですか。そうですね、会社を作ってですね、はい、作る前に松下電子工業 のテレビが始まって、はい、そのブラウン管のですね電子銃というところをその保持するための絶縁材料がいるというんでこの U 字ケルシマというのを開発をしたんですけども。でも会社創業された時には皆さんで欠板状まで作られたということなんですが。そうですね、なんか今のこの稲森さんの雰囲気からはちょっと想像ができないんですか。それは、はい、もうあるものはお金もなければ技術も何にもないわけですから、ただ人の心だけが頼りだと。で人の心というのは移ろいやすくて頼りないのも人の心なら、しかし一度死んじゃった仲間の心というのはこれほど強いものもないと私は信じていましたんで、そのみんなの心を頼りにして生きていこうというんで、それを示すために一緒にみんなで結伴をしようという話なんですその日のことはやっぱりもう今でも覚えていらっしゃいますか。そうですね、覚えています。結伴をどうして結伴というのをすればいいのかわからなくてですね、カミソリを持ってきてこう丸く切るのかですね、どう切るんだろうというんで、それでいやぐさっとこう縦へ入れればですね血がドコドコと出てくるからそれでいいんだというんでやったんですけど、あまり深く切りすぎてですね出すぎました。痛かったことを覚えてますけど。そうですか。今の稲森さんを例えばですけれども、その27歳の当時の稲森和夫青年は想像できましたか。いや想像できましたかって57年後はこうありたいと、例えばそういうのはあったんですか。そんなことは全然ありません。全然ありません。もう本当にその瞬間瞬間その人生をただ一生懸命まっしぐらに努力をしてきたというだけのことです。その延長線が今日がある、だけです。1932年鹿児島市で小さな印刷業を営む両親の間に生まれた7人兄弟の次男、甘えん坊だった。その後の人生は挫折の連続だ。大学は10代の頃に結核を患い、死を覚悟した経験から医学部を志した。だが願いは叶わなかった。浪人する余裕はなく、地元の大学の工学部で学んだ。就職した会社は倒産寸前。半年で同期の4人は辞め、自分だけが残った。だが、それが転機となった。開き直って研究に没頭したのが功を奏し、新しいセラミック部品を開発した。上司との衝突がきっかけで退職し、自ら会社を立ち上げるときには、稲森さんを見込んだ人たちから、1300万円を提供される幸運に恵まれた。こうして1959年、京セラの前身、京都セラミックは誕生した。これがその最初の京都セラミックの次の、会社の門の前でですね、撮った写真なんですけどね。もうだから27歳の時なのかな。でこれがその時に一緒に会社を作った人たち全員なんです。もう懐かしい面々ばっかしです。同志っていうか、もう本当にもう脇目も振らんで一生懸命仕事ばっかりしてましたんで、しかしみんなよく頑張ってくれました。
若さと熱意で踏み出したものの、無名の小さな会社では苦渋を味わう日が続いた。慣れない会社経営にも苦労したが、時間を惜しんで試作品を開発しては、サンプルをカバンに詰め込んで取引先を回る日々を過ごした。転機は1966年に訪れた。アメリカの大手コンピューターメーカー IBM から IC 用の特殊な部品を大量受注したのだ。 IBM との取引成立で国内の名だたる企業から声がかかるようになった。事業で新たな高みを目指すとき、いつも利他の心、すなわち自分の利益ばかりを求めていないか、自問自答を繰り返す。なるべくその利己的な思いというものを横に置いて、利他的なみんなを幸せにという、そういう美しい心というものが常に思いの中に出てくるようにしていかなければいけない。そうすれば自分の運命も好転していきますし、同時に自分の境遇も良くなっていくし、またそういう思いはその人の人柄を作っていくと思っています。人柄はすなわち顔にも出てくると思いますんでね。やはり年いって醜い顔ではやっぱおかしいんだと思いますね。ではご自身の顔はどうか。いや、自分で顔あんまし顔をひげを剃る時ぐらいで、もうしげしげ見たことありません。ここは京セラの和林館で、はい、迎賓館です。迎賓館、はい、なんか素敵な建物ですね。じゃあお邪魔します。京セラの会社を起こされるときに、お仲間の方28人と一緒に、皆さんと一緒に立ち上げましたけれども、その時にいろんな方がその資金提供していただいたり、中にはご自宅を抵当に入れてくださった宮城電機の方とかいらしたりということで、それは楽しいであるとかしんどいであるとか、そんな簡単な言葉だけでは済まないと思うんですが。とにかく今目の前にある仕事、それに、必死で打ち込んでおりましたですね。それで結局あり合わせ その普通一般にあるようなものを作っておるんではなくて、どこにもないような全く新しい焼き物といいますか、それを作ることを目的にしたもんですから、ですからもう毎日がその創意工夫と新しい研究開発で必死でしたね。ですからところが最初は松下電子工業さん の U 字ケルシマという製品の注文をもらって作っておったんですが、それだけじゃどうにもなりませんから、東京へ出て行って、当時日立さんとか NEC さんだとか東芝さんだとか一流メーカーを、ソニーさんも回ってですね、こういう新しいセラミックを作れる技術を持っていますので、何かお困りで困っておられるものはありませんかと、そういうものをぜひ作らせてほしいというんで、いまだ誰も作ったことのないようなそういう新しいものを注文をもらって、それを開発をするということに、必死で取り組んでおりました。でもいきなりその若さで営業にいらしても、なかなかこう日本というのはどこかその会社の名前を見るといいますか、作ったものではなくて、会社の規模であったりそういったところで評価して取引が始まるみたいなところもあると思うんですね。そうですね、もう本当に敷居が高かったですね。特にそういう何もない会社といいますか、ベンチャーで始まったばかりの資本金、持ち産資本金という、そういう会社がですね、売り込みに行ってもですね、一流の日本の電機メーカーというのはなかなか相手にしてくれませんでした。それで、大変新さんを舐めたもんですから、ところが日本の電機メーカー大手の電機メーカーさんも、その当時は全てアメリカの電機メーカーのと技術提携をしておられて、技術導入しておられましたんで、そんな彼らが
技術を教わっているアメリカに行って、そのアメリカのそういう元へですね、私の製品が使われれば、まあ、一も二もなく日本の大メーカーも信用して使ってくれるだろうと、はい、と思って、日本でなかなか苦心惨憺しておったもんですから、アメリカへ飛び出していって、アメリカの一流メーカーを、GE でありますとか、はい、ウェスティングハウスだとか、モトローラだとか、フェアチャイルドだとか、そういうところをですね、本当にノッキングドアで、ドアを叩いてですね、一軒一軒回って歩いて、拙い英語でまた手助けしてくれる方もおられたんで、はい、ところがやっぱりそういうところだと、どんなものが君は作れるんだというんで、はい、いろいろ説明をし、サンプル等を見てもらうとですね、いやこれは面白いと言って、その名もない会社であってもですね、そういう新しいものについては非常に彼らは興味を持ってくれて、注目をしてくれて、注文などをくれるようになりました。ちゃんと物を見て評価してくれる。そうですね、はいはい、初めてアメリカに渡られた時はいかがでした？いや、ドキドキというよりは、何としてもアメリカに行って、アメリカでその自分が開発してしたものを使ってもらおうと、採用してもらおうという、まあ、そういう意気込みでございましたんで、まあ、京都から羽田経由でアメリカに行くというんでですね、会社が小さかったもんですから、そこの幹部連中 5,6 人が東京まで送ってくれてですね、で羽田のでタラップを上がっていくと、デッキでみんなが手を振ってくれるんでですね、頑張ってこいよって、はい、ですから本当になけなしのお金を使ってアメリカに行くんですから、本当に物見ユーザーみたいなことではどうにもならないんでですね、まあ、必死で。そうやって苦楽を共にされた方たちと共に、その初めてこの受注をちゃんと取れた時はいかがだったんでしょう？いや、初めてといいますか、一番大きな注文では、少しその会社が始まってからしばらく、数年経って後ですけど、 IBM から当時のですね、コンピューターの基盤になりますセラミック、これを2500万個という膨大な数量のものを作れるかと、非常に難しいセラミック部品だけれどもと言われて、作る自信もないくせにですね、作れますと断言して、それでも苦心惨憺して、それを作り上げて、でうまくいきましたんですけど、不眠不休とまでは言いませんけれども、本当にみんながやってくれました。今結構世の中の働き方がいろいろ変わりつつあるといいますか、まあ、例えば労働時間がどうであるとか、あるいは一方で、まあ、会社の方の管理も厳しくなってますし、国もそうなんですけど、一方で若い人たちもあまり夕方、いや残業するより自分の時間を大切にとか、会社に勤めなくてもフリーターでいいわとか、いろいろちょっと考え方が、まあ、いいのか悪いのか変わってきている面もあると思うんですね。それは稲盛さん世代からご覧になっていかがですか？確かに社会が豊かになってきて、そして優しくなってきましたんで、そういう方向に流れていくのは、まあ、必然なのかもしれませんけども、しかし時代がどう変わろうとも、やはりものを成し遂げるといいますか、まあ、人生でも素晴らしい人生を送っていこうと思えばですね、やっぱそういう楽な方向ではないんだと思いますね。やっぱし一生懸命精神誠意努力を続けていくという、それはやっぱし人知れず苦労をいとわないで一生懸命努力をする、それはどの時代であろうともですね、変わらない真理だろうと思いますけど、ですから今一生懸命頑張るというのは、まあ、頑張らすということも禁句ですし、まだ頑張って病気でもしたら何もならんというのは、そういう風潮が非常に強いですけれども、しかしどんな時代であれですね、やっぱり人生を生きていくのにはやっぱり一生懸命でなければいかんのだと思ってますけど、最初に会社を作られた時から世のため人のためとなるような会社をという思いでずっとやってこられましたよね。でその中で、でもどんどん、まあ急成長されていった中で、もうここでいいわみたいに
もうやることはやりきったみたいに思われた時っていうのはないんですか？ありません。ありません。一度もですか？一度もありません。今もまだないんですか？今もありません。今もないですか？1984年無謀だとも言われた挑戦が始まった。稲森です。人生には何度か偶然の巡り合わせがあるという。稲森さんにとって一番の巡り合わせは何だったのか。ご自身のその人生の中での最も大きなターニングポイントっていうのは今から思えばどこですか？そうですね、結局そういう、いろんな会社に行きたいと思って、職も会社も探したんですけども、いいところがなくて取ってもらえなくて、で結局先生のご紹介でその京都にある松風工業というその焼き物を作ってる会社に紹介されて、結局そこしか行くところはありませんから、そこに就職をしたんですが、やっぱりそれがターニングポイントだと思いますね。この57年の間でご自身がされた一番大きな決断というのはどんなものですか？大きな決断というのはもう京セラの場合にはその面々と毎日毎日と言っていいぐらいに新しいチャレンジをやってきておりましたが、その中で大きな転換をしたのは今の KDDI を作る第二電電という会社を起こした。それが一つの大きなジャンプだったと思いますけど。もしもし。もしもし。ああ、塚本さん。そう。ああ、稲森です。あ、どうもありがとう。1984年、まだ通信事業が電電公社の独占状態だった時代、公社の民営化と通信の自由化に伴い第二電電を立ち上げた。当時京セラにあった1500億円の手持ち資金のうち1000億円を使わせてほしいと取締役会に願い出た。以降通信事業の形が変わった。電電公社が、国営で独占でやってきたために通信料金が非常に高止まりをして、国民は通信料金が高いものを払わされていると。で何としてもそれに対抗して安いその通信料金にすべきだと思ったもんですから、どうしてもそれに NTT に対抗する第二電電というものを起こして、それでそれに挑戦して安い電気通信料金にしていきたいというふうに思って、関西で第二電電を起こしたいというふうに名乗りを上げたんですけど、2010年 JAL の再生も手掛けられました。 JAL は倒産して、当時民主党政権だってですね、その時に国土交通大臣が京都選出の前原さんが、はい、だったんですね。彼が JAL が倒産したんで、なんとかこれを再建したいと。で、会社構成法を適用されて再建に向かっていくんだけれども、やっぱそれのシンボルとして旗を振ってくれる会長というものが必要だと。ご家族であるとか周りのお友達の方は？いや、家族には相談をしてませんが、周りの者にもあんまり相談しませんでしたけど、しかし案にみんながそういうものに手を出してはいかんというようなことはみんなが言ってました。ああ、そうですか。航空業界そのものを全く知らないわけですから、で技術屋でもそれも非常に地味な焼き物の世界の研究をやってきた人間ですからね、あまりにもその業界が違いすぎますんで、じゃあ私じゃないとこう、しかし何回も言われて、
2010年 JAL の再建を引き受けたのは78歳の時だった。最後の奉公と心に決め、報酬は受け取らなかった。現場に足しげく通い、耳を傾けることを惜しまなかった。だが時には親方日の丸の体質が染み込んだ幹部や社員たちを容赦なく叱り飛ばす日もあった。ダメな会社を立ち直らせたのは京セラフィロソフィーだ。売上最大、経費最小などといった稲盛さんの経営哲学が叩き込まれた。空港の組織、人、そういう方々をまずその立派にですね、働きがいのある職場に変えていくということが一番大事だろうと、ちょこちょこ来ては見せていただいてですね、どういう点を改善していけばいいかということを考えていこうと、このように思っています。硬直化していた人事にも手をつけ、初めてパイロット出身者を社長に抜擢した。そしてわずか2年という驚異的なスピードで再建を成し遂げた。JAL の役員室には今も稲盛さんから送られた言葉が大切に掲げられている。謙虚にしておごらず、さらに努力をと。まあ昔我々が謙虚でなかったということですよね。とにかく良くなってくるとね、やっぱり人はどうしても思ってしまうんだと。そこを謙虚にして、そしてその今の結果がいいとしても、それは過去の努力の結果であって、これから何の保証もされてないんだよと。ここから先、将来に向けてはさらに努力をすることによって新しい結果が生まれてくるということを含めた言葉ですね。新生 JAL で働く3万2000人のグループ社員には、稲盛さんの言葉が刻まれている。初めて JAL の中に入られた時は、やはりよく言われるように親方日の丸な空気であるとか、そういった部分は染みついているたんですか？そうですね、やっぱしどうなんでしょうね。もともと国が経営して始まったのが日本航空なわけですから、そういう意味ではやっぱし非常にプライドが高くて、エリート意識の高い、結局私にはその手段って言いますか、テクニックって言いますか、そういうもので再建っていうのはそれを知りませんから、できるわけがないんで、私は結局は人間性というものが一番大事だと思っておりましたんで、意気消沈した、その JAL の社員の人たちを勇気づけてあげたいと思ったもんですから。以前実はこの番組で植木社長にも出ていただいたことがあるんですね。その時に、まあ最初に大きなその幹部が集まっての会議の時に、まあ、そこそこ立派なお弁当だったそうなんですけれども、そのお弁当をご覧だった稲盛さんが、なんで潰れた会社がこんな弁当を食べてんだって、ね、ちょっと覚えてません。そうですか。でその時にやっぱりそのJALでの当たり前がやっぱりもうそうではないと、そのやっぱりコスト意識が全くなかった、その弁当もそうなんですけれども、おっしゃる通りやっぱり潰れた会社であるのにもかかわらず、でましてやっていう部分で、一つ一つが全くコスト意識が欠落してたっていうことに気づかされたっていうこともおっしゃってたんですね。そうですか。やっぱりそうだと思います、その植木社長のポケットの内側にも大切そうに JAL フィロソフィーという手帳が入ってたんですけれども、あれはもともと京セラフィロソフィーから生まれたものですよね。そうですね、結局その経営していくためにですね、どういう哲学、どういう考え方でもって会社経営をしていくのか、でそれは会社幹部だけじゃなしに、やっぱり全社員がそれを理解し、こういうその考え方、こういう哲学で会社を運営していくんだということがはっきりしてなきゃいかんと思ったもんですから、その京セラフィロソフィーというものを持っていてですね、これを読んで、で、よければ、ここから君なんかが JAL の
フィロソフィーというものをアレンジして作ったらどうやと、はい、それをぜひ自分たちの哲学考え方として社員と一緒に共有して経営に邁進されればうまくいくと思うよというんで励ましてあげたんです、はい、稲森さんの経営哲学は経済成長を成し遂げた中国でも圧倒的な人気を集める。その理由を知るため中国で稲森さんを追った。稲森さんの著書は中国でも出版されている。中でも生き方は中国で200万部を売り上げた。でさらにあの中国の方でも今も稲森さんの本も大人気ですし、中国の大会でももう随分大勢集まられましたよね。まあ、中国同じアジアでも、まあ、少し国民性も違ったりであったりとか文化も違いますけれども、それ中国で その感触といいますか反響はいかがでした？いや、中国は本当に熱心ですね。中国の経営者の方々も集まってぜひ清和塾、中国で清和塾というものを展開したいというんで集まってこられて、昨今ですと大体3000名から4000名ぐらいの方が集まってこられて大変盛大な勉強会が行われてますけど、今年9月整然と並んだ女性たちに迎えられ会場に入る稲森さんの姿があった。中国で9回目となる勉強会清和塾が瀋陽で開かれたのだ。集まったのは中国の経営者たち1700人。会場はコンサートさながらの派手な演出が目を引く。稲森さんが登場すると参加者たちは総立ちで迎え入れる。講演のテーマは不況をどう乗り越えるか。中国はもはや成長一辺倒ではない。見通せない先に不安を抱えるのはどの国の経営者も同じだ。これまでの経験を惜しみなく語り伝える。不況になりますと競争は激化し、受注単価も受注数量もみるみるうちに下がっていきます。その中で採算を改善するためには受注単価の下落以上に原価を徹底的に下げていかなくてはなりません。しかし日頃からコストダウンに努めていますから、往々にしてもう無理だ、これ以上コストを下げることはできるはずがないと考えがちであります。そうではありません。もうダメだと思ったところは始まりと考え、乾いたタオルをさらに縛るように徹底的に原価低減に努めていくことが必要であります。見到稻盛先生非常非常的激動。他84岁的老人家，还这么用心的无私的付出，确实给我非常大的这个震动和震撼。根据稻盛书上的教诲，去践行稻盛哲学，给我们的员工和顾客能带来更好的一些收获和收益。干杯！小さな会社を起こした時から飲み会を開いて。社員たちと語らうことを大切にしてきた。だから清和塾の締めくくりも全員と酒を酌み交わす。気がつけば稲森さんを囲むように女性たちが輪を作っていた。理由はすぐに分かった。直接話したい人たちが殺到して収拾がつかない状態になるからだ。そして清和塾の宴会はいつでもどこでもこの歌で締めくくられる。
これからの中国経済をどう見ているのだろうか。まだまだ発展すると思いますね。やっぱ国力はやっぱし資源もたくさんあります。人口も多いし、おそらくまだまだ今の状態よりはもっともっと発展するだろうと思いますね、はい、日中関係というのは子供の頃からよく中国のことはですね、まあ、日中戦争もありましたし、それもよく覚えて子供の頃覚えていますから、やっぱり日中関係というのは切っても切れない友好関係を作っていかなきゃならないんだと思っています。中国の日本とのその経営者の違いっていうのは具体的にはどんな点だと思いますか。本質的にはその違いはないと思いますが、はい、金を儲けたい、お金持ちになりたいというそういう欲望が原動力で会社もだいぶ発展もしておるんですけども、ね、そういう意味では、うん、非常に利益追求という点では非常にきつい人間性を持っておられますけども、しかしそれだけではダメですよという、うん、その利他の心といいますか、はい、そういうものを私が中国でお話をしますと、それにやっぱり痛く賛同されてですね、うん、やはりただ単に自分たちだけが主戦度みたいにお金儲けだけではいかないんだということをよく理解されてですね、大変賛同してくれて、私が行きますと、まあ、ものすごい数の方が経営者が集まって歓迎をしてくれています。そうしますと、今その利益追求で割と強い中国の起業家の人たちのところにその利他の心のマインドが加味されると、よりこう会社として強くなるかもしれませんね。強くなるし安定もしますよね、うん、京都は外から見たらやっぱり独特の伝統であり文化であり、あるいはまあよその人には、いや京都はね、うん、よその人になってもよく言われますよ、ね、やっぱし生きずですよ。そうですか。生きずな町ですよ、やっぱし。そう思われたことありますか。いや、ありますよ。ありますか、うん、だけど、はい、それにはめげないでやってきました。これで、うん、はい、そうこんなこと言うと怒られるかもしれないけど、若い頃ですね、はい、まあ、強制が少し良くなってきた頃、お客さん接待して祇園やら、ポント町とかで接待をするというのがよくありました、はい、その時にですね、その大きな料亭のおかみさん、古いおかみさんがですね、稲森さんはどうも言葉に訛りがあるけれども、どこのご出身ですかと言われて、いや鹿児島ですわと言ったらですね、でおかみさんが、ああそう、いや私は鹿児島嫌いですわと言われて、それは何でかというとですね、維新の時にですね、その薩摩の侍が来てですね、で礼儀作法も知らない連中が傍若無人に振る舞っておったのを見てですね、なんとも嫌いになったんやと。そうですか。いや、それをおばあさんから聞いてると。なるほど、それを昨日のことのようにおっしゃるわけですね。なるほど、そんな厳しいところでずっとかれこれもうお仕事をされてこられた。とても素敵な迎賓館なんですが。ありがとうございます。お庭も立派で。この間の京都賞の11月の京都賞はこちらでパーティーも行われたんですよね、はい、授賞式の後ですね、受賞者の方とか主だった VIP の方々をここに呼んで、ここで夕方この庭にですね、屋台を出してで食べながら喋るという、かなり皆さん喜ばれたんじゃないですか。そうですね、もともとでも京都賞を作られたきっかけは何だったんですか。若い頃にですね、はい、東京理科大学の先生がですね、私がセラミックで非常に素晴らしい研究開発をやっているということをご存知で、はい、それでその先生が自分のポケットマネーを使ってですね、私のその技術開発に対して検証をしてあげたいと、で、まあ、第1号が私だというんで頂戴して、まあ、喜んでいただいたんですが、でその時に猛烈に私の心の底からですね、お前がもらう
というのはおかしいではないかと、うん、あんたが事業も成功しお金もいっぱいあるんだから、うん、あなたが上げる側にもあるべきじゃないかという声がですね、うん、私の心の底から湧き上がってきまして、まあ、差し上げるならノーベル賞に次ぐような、まあ、素晴らしい賞にしたいと思って京都賞というのを作ったんですけど。京都賞は人類の科学や文化の発展に貢献した人を表彰することを目的とし、32年前稲盛さんの私財およそ200億円を投じて創設された。今年11月の授賞式ではロボット工学の先駆者など3人が受賞した。実は京都賞はノーベル賞の前哨戦として世界的にも注目を集めるまでになった。京都賞で選ばれた方がノーベル賞に選ばれるというようなことがたびたび起こっておりますので、夢じゃありませんが、せっかくここまで32回まで来ましたんで、これが今後、まあ、資金の方は十分財団が持っておりますので、素晴らしい方々 が後をついてくれてですね、これがずっと続いていってほしいなというふうに思っています。受賞式の夜に開かれる晩餐会、会場の入り口では稲盛さんとともに妻の麻子さんが客を出迎えていた。負担をかけたくないと稲盛さんはめったと麻子さんを人前には出さないが、この日だけは特別だ。奥様とはもともとその前の会社で、京セラ立ち上げられる前の会社でご一緒でお弁当を作ってくださったのが奥様でというご縁なんですよね。はい、私がもう寮生活で、まあ、寮では賄いも何もない自分で自炊をしとったんですが、まあ、食うや食わず のことをやっているのを見て、また鍋釜を研究室に持ち込んで自炊をしながら研究しているのを見てですね、家内がいつの間にか弁当を持ってきてくれるようになりまして、奥様の方が稲盛さんに惹かれてお弁当を作ってらっしゃるんですか？いや、惹かれてやるし、ね、かわいそうになって、かわいそうに思って。それは同情ですか？同情、全く同情。これお世辞じゃなしにですね、今しみじみ思いますが、本当にうちの奥さんは素晴らしい方だと思います。もう足を向けて寝られないぐらいですね、優しいし思いやりがありますし、本当に自分の奥さんをこんなに褒めておかしいかもしれませんが、本当に素晴らしい人です。はい、素敵ですね。でもそういう言葉を直接奥様に言われたことは言ったことない。ないんですか？じゃあ今日の放送をぜひご覧いただいて奥様に。美人でも何でもないんですよ、もう本当に。ですが本当に自分で言うのもなんですが、素晴らしい奥さんだと思いますね。それでね、それでそれを知ってるのはですね、うちの猫なんですよ。猫、はい、猫はですね、今からもう2年ぐらい前かな、2年ぐらいになりますかね、ペットショップに行った時にですね、目のくるくるっとした可愛い猫がおったんで、それを衝動買いで化けてもらってですね、買ってきたんですが、シンガポール原産のちょうどスタイルの毛の非常に短い、はい、ひょろ長い猫なんですけど、まあ、それが今家にで名前をつけるのも、はい、と思っとったんですが、ニャンとは言わないんですよね。クークークーとこう言うもんすら、いつの間にかもうクーちゃんとなってしまってですね。でそれでそれがですね、結局私が買って連れてきて帰ってきたんですけども、やっぱり優しい家内には懐いてましてね、家内が抱っこするともう本当にうっとりとこうしてるんですが、私が抱いたらもうあとに出ていくんですけど、やっぱし動物なんていうのは分かるんだなと思いますね。もう
名だたる経営者の人たちが尊敬してやまない稲盛さん。奥様のことをお話しされる優しい笑顔が印象的でした。そんな稲盛さんの目指す先とは。先月、ふるさとの鹿児島に戻り、両親の墓参りをした。寡黙で真面目一筋だった父親と、家族を深い愛情で包み込んでくれた母親だった。今の稲盛さんをどう見ていると思いますか？と聞いてみた。喜んでくれてると思いますけれども、ちょうど思い出しますのは、京セラができてだんだん大きくなって、で鹿児島の仙台市に薩摩仙台市に工場を作ったんですよね。まあ、その折もですね、父は大変実直で真面目な人で、昇進な人だったもんだから、あんま人の会社を大きくしてと言って心配してました。今月、忘年会を兼ねた清和塾が大阪で開かれた。公の場に立つ数は前より減らしているとはいえ、中国を含め今年も30回を超えた。長時間の講演とその後に続く宴会は負担に思うこともある。だが稲盛さんは今日も語りかける。皆さんが心を高め、新しい事業を創出し、世界の世の中に常に新しい価値を提供し続けることこそ、ことでこそ企業は社会に必要とされる存在であり続けることができると私は思っています。私はもう85歳になろうとしています。疲れも感じることも多くなってまいりました。また大変体調も優れない日が続きますが、しかしこの素晴らしい取材のために、また真摯に学ぼうとされる塾生の皆さんのために、また従業員、塾生の従業員の皆さんのためには、来年もまた体力の続く限り、奮発再進、この清和塾の活動に努めていきたいと思っております。最後に聞いた、稲盛さんにとってリーダーとは。やっぱりリーダーとして人の上に立つ人っていうのは、やっぱ思いやりの心をですね、持った方でなければならんと思ってます。才覚とか能力とかいろんなものがいると思いますけども、やっぱリーダーで一番大事なのは、やっぱ思いやりの心って言いますか、それを持っているかどうかというのが一番大事だと思ってます。それを私は一言で利他の心とこう言ってるんですが、利他の心を持っているかどうかというのがリーダーとしてはやっぱり必須条件だと思っています。